こんにちは、マリアージュ賃貸の藤井です。住宅ローン払ってますか？はい、今回はですね、モルタル補修工事の、リフォーム事例のご紹介です。玄関部分のね、モルタル補修工事になりますけども、そちらのご紹介というところになっております。こちらのエリア、お客様ですよね、お住まいになっているお客様はですね、昔横浜市営地下鉄ですね、今でいうと、横浜ブルーラインっていうものができたんですけども、その影響でね、地盤沈下をすごくしたエリアっていうのがあるんですね。そこのお客様の、住んでるエリアのご依頼ということになってます。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、モルタルのところがですね、隙間ができていたりとか、ちょっと割れてひび割れが入ってきていて、お客様ずっと気になっていたらしいんですね。ちょっとどこに頼んでいいか分かんないなって思っていたんですけども、弊社のことを見つけてくれてですね、地元の業者さんだからやってくれないかというところでご依頼をいただいたということですね。どこに頼んでいいかね、結構こういう工事って分からないですよね。実際私が素人だったら全く分からないと思います。でこういうことはですね、地元の、工務店にぜひ依頼していただければと思います。いや、ちょっと今噛んじゃいましたね、すいません、失礼しました。はい、で工務店ってね、基本何でもできるんですね。何でもできる工事のスペシャリストだと思っていただければいいと思います。はい、工務店何ぞやって思うかもしれませんけども、そういう感じで思っていただければ問題ないかなと思います。で今回のお客様はですね、それを分かっていて、何でもできるんだろうなと思って、ご依頼をいただいたという形になりました。本当にありがとうございます。はい、で先ほどもお話ししましたけども、玄関周りのモルタルで、補修をさせていただきましたっていうところですね。はい、ちょっとそこの部分だけだよって言われたんですけども、どうせだったらね、別の値段変わるわけではないんで、周りも綺麗にしますよってことで、他の部分ご依頼されてない部分も綺麗にさせていただきました。はい、でどんな小さな工事でもですね、お気軽に頼んでいただければいいなと思います。はい、どんな小さな工事でもって、一体じゃあどんな工事を頼んでくれるんでしょ、頼めばいいのかっていうのは分かんないですよね。小さい規模もいろいろありますからね。変な話、最近で言うと水回りの水漏れとかね、外壁のちょっとした補修とか建具の補修、玄関ドアとかクローザーとかね、それちょっと動きづらくなっちゃったから直してほしいっていうのも結構ご依頼いただくこと多いので、そういったこともお気軽に頼んでください。今最後にビフォーアフターの動画です。はい、ちょっと綺麗になってますよね。これなんか結構綺麗に見えると思うんですけども、お客様大変喜んでいただいて、ご安心していただきました。ご依頼ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。それでは失礼します。